こんにちは、ヘブリッコちゃんです、今日も恐怖の、地球上生物当てクイズやります、一文字目と絵を描きますので何の動物を、生物ね、生物描いているのか当ててみてください。はい、では第1問、一文字目はま、まです。どうだったっけな、顔は細長かった気がします。なんか白黒だった気がするんだよな、大胆に大胆に白黒だった。ここを黒にしちゃう。こんな感じ。これですね。はい、これです。では正解言います。正解はマレーバック。マレーバック、バック、バックさん、ね、はい。あ、しまった、逆だ。はい、白黒は合ってたんですが逆だ、逆逆白いとこが黒で、黒いとこが白です。あら、間違えちゃった。マレーバック、アジアに生息する唯一のバク。森の湖や香川の河川、河川だ。河川の近くに暮らし、水辺から離れた場所には行かない。泳ぎがうまく、聴覚と嗅覚が鋭い。黒と白の模様は夜の森でのカモフラージュとなる。そうなんだ。へえ。水から離れた場所には行かない。かわいい。常に水のそばにいるんですね。マレーバク。白黒逆でした。ね。隠れる分には逆でも問題ない、ね、はい。では第2問、2問目は一文字目は歯、歯のつく生物、歯、ちょっとね、ヒントも書いてあるのでそのまま書いちゃおう。それにしたって、それにしたって、ちょっと待って、こんな感じかしら、こんな感じ。はい、正解はハコフグ、ハコフグ、ハコフグ。はい、ハコフグは
はい。はい、名前の通り硬い鱗が箱型の甲羅になっている。うん。皮膚には弱い毒がある。岸近くの岩礁の周りに住み、小さなエビや貝、ゴカイなどを食べる。名前の通り硬い鱗が、ハコフグ？箱型の甲羅になって、あ、硬い鱗が箱型の甲羅になっている。箱型ね。かわいい、ハコフグ。尻尾が長かったですね。そっかそっか。はい、ハコフグちゃん。はい。では、第3問。3問目の一文字目は、お、おです。おのつく生物。難しいな。どっちかこうか。そして手もあるのかな。こうどうなってるのかしら。こう。これで合ってるのかな。こうです。あ、手。はい。はい。こんな感じ。きっと。はい。正解はおんぶバッタ。おんぶバッタ。あ、間違えた。おんぶたになっちゃった。ちょっと待ってください。おんぶ。そのままね、そのまま書いてみたけれども、どんなでしょうか。はい。あ、へー、はい、こんな感じです。圧倒的に下が大きい。こんなに違う？説明書き読みますね。草原に住んでいて植物の葉っぱを食べる。ほとんど飛ぶことができない。メスの方がオスより体が大きく、オスがメスの背中に乗っていることが多い。なぜゆえ乗る？なんで乗っちゃうの？こんなに大きいんだメス。へー、だからって乗ることないのにね、オスは。そっかそっか。へー、おんぶバッタ書きました。はい、では今日も3問やりました。ではまた、バイバイ。本日もハイブリッドチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッドちゃんはツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。Thank you for watching Hybrid channel today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.